This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。トヨタと CP グループが共同でサムットプラ関係で水素を生産すると発表しました。タイ国際航空が旅客機51機を購入する計画です。22年前にスリランカに寄贈された像が戻ってきました。タイのレストランが世界のベスト50にランクインしました。それではまず、はじめのニュースです。トヨタと CP グループが共同でサムットプラ関係で水素を生産すると発表しました。トヨタ自動車は6月26日、今年11月からタイでバイオガスを利用した水素製造を開始すると発表しました。これはタイの交通セクターの脱炭素化に向けた取り組みの一環として、水素を活用するための地元コングロマリットとなっており、 CP グループとのプロジェクトが一歩前進したことを意味しています。トヨタはバンコクの南に位置するサムットプラカン県にあるトヨタのアジア太平洋本社に、鶏糞から作られるバイオガスを使用して水素を製造する装置を設置すると発表しました。糞尿は CP グループなどが運営するタイの養鶏所から提供されるほか、トヨタ地域本社の食堂から出る生ごみも利用する計画です。自動車メーカーによりますと、バイオガスを利用した水素製造のパイロットプロジェクトは、トヨタにとってもタイにとっても初めての試みとなります。設備は日本のエンジニアリング会社である三菱化工機が提供し、1時間あたり1000リットルの水素を製造することができます。トヨタと貿易部門であるトヨタ通商は、バイオガスと水素を圧縮、貯蔵、輸送するシステムを開発していきます。この取り組みは、2022年12月に開始された CP グループとの提携の一環となっています。両社はバイオガスから水素を製造し、CP グループが二酸化炭素排出量削減のために導入しようとしている水素駆動の配送トラックの燃料として使用することを検討することで合意しています。次のニュースです。タイ国際航空が旅客機51機を購入する計画です。タイ国際航空のチャイ CEO によりますと、タイ国際航空は既存機の入れ替えと路線拡張のために、2027年までに旅客機を新たに51機購入することを計画しています。チャイ CEO によりますと、2021年に4000億バース相当の債務整理を開始したタイ国際航空は現在65機を保有していますが、そのうち45機は機内の通路が2本のワイドボディで、20機は通路が1本のナローボディで、後者は子会社のタイスマイル航空に賞与されています。チャイ CEO は、今後10年間でナローボディ機の保有数を倍増させる考えを示しています。タイ国際航空は、地方路線を強化することでコロナ後の旅行ブームに乗ろうとしていますが、航空機製造メーカーのエアバス社とボーイング社が納入目標を達成するためにその生産量を増やせるかどうか懸念しています。また新規に購入する旅客機はエアバス A321 ネオが10機、
エアバス A350-900 が11機、ワイドボディが30機となっています。チャイ CEO は、エアバス A321neo について、フライトの増便、とりわけ東南アジア、インド、中国、日本、ヨーロッパ路線の増便に役立つと考えていると説明しています。タイ国際航空の販売座席数の割合は、今年上半期に約 84% で、チャイ CEO はヨーロッパなどの市場からの事前予約は有望だと述べています。昨年11月に CEO に就任した元タイ国際航空の最高財務責任者であるチャイ氏は、コロナに起因する航空会社の再建計画は順調に進んでおり、2025年の第一四半期までには株式市場に再上場するとの自信を示しています。次のニュースです。22年前にスリランカに寄贈された像が戻ってきました。22年前にタイからスリランカに友好の証として寄贈された像3頭のうち、オス像のサクスリンが7月2日、空路でタイ北部チェンマイ県に戻りました。報道によりますと、サクスリンはスリランカに寄贈された後、所有者が何人も入れ替わり、最終的にスリランカ南部で仏教行事の際に仏舎利を運ぶ役目を任されていましたが、鎖につながれて体中を負傷しているとの報告が現地の動物保護団体から寄せられました。このためタイ政府が引き取ることを決め、6ヶ月前から空輸の準備を進めていたものです。今回の空輸には総額1950万バーツ余りがかかりました。帰国の飛行機には先にスリランカに派遣されていた獣医師4人と象使い2人が同乗していましたが、約5時間に及ぶ空輸の間、サクスリンは騒ぐこともなくおとなしかったとしています。サクスリンは空港到着後に獣医師の健康チェックを受け、北部ランパン県のタイ象保護センターで少なくとも1ヶ月程度過ごした後に他の象と一緒に飼育される予定です。またタイ象保護センターの様子はライブ配信されスマホなどでモニターできる予定です。これはサクスリンに国民の関心が集まっていることによるもので、ライブ配信は午後2時から2時半、午後4時半から午後5時の1日2回の予定です。ウォラウィット天然資源環境大臣によりますと、ライブ配信をいつ開始するかはまだ決まっていません。保護センターでは完全に回復したと判断されれば、サクスリンを一般公開することも予定しています。次のニュースです。タイのレストランが世界のベスト50にランクインしました。首相はタイの2つのレストランが、権威ある世界のベストレストラン50にランクインしたことを受け、タイの飲食業界に感謝の意を表しました。イギリスのウィリアム・リードビジネスメディアが編集したこのリストには、有名シェフのティティット氏とガガン氏がそれぞれオーナーを務めるバンコクのル・ドゥとガガン・アナンドがそれぞれ15位と17位に選ばれました。世界最高のレストランのタイトルを獲得したのは、ペルーのセントラルレストランでした。また、ソーン、シーリング、ヌサラ、ポトンの4つのタイ料理レストランが56位、72位、74位、88位とトップ100入りを果たしました。アヌチャ政府報道官は、タイのレストラン経営者に対する首相の称賛の言葉を紹介し、タイ料理が国のソフトパワーを大いに躍進させていることを評価しました。ル・ドゥとガガン・アナンドが世界のベストレストラン50にランクインしたことで、それぞれのレストランのシェフが世界的にも認められ、彼らの卓越した料理技術、革新的なアプローチ、揺るぎない活動が浮き彫りとなりました。タイの料理シーンが活気を持って繁栄し続ける中、レストラン経営者やシェフもまたタイの観光大使として、タイの卓越した美食を紹介し、世界的に有名な料理の目的地としてのタイの評判を確固たるものにしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。トヨタと CP グループが共同でサムットプラカン県で水素を生産すると発表しました。タイ国際航空が旅客機51機を購入する計画です。
22年前にスリランカに寄贈された像が戻ってきました。タイのレストランが世界のベスト50にランクインしました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรคือฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอตามเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.